ちょっと、前の話になりますけど、さっきの、パート1の時ですね、ハーモニカが入る歌がありましたけど、すっかり誰か間違っていましたね。あれ、誰でしょう、間違ったのは。え、誰？まさとし？俺なの？いや、今日俺は歌だけに専念してるしね。やっぱり嘘だって分かりました。そうです、私がすっかりハーモニカを間違ってしまいました。ここで一服。このハーモニカ、どうして間違ったのか、こういう時は。歌も間違ってダメだよ。何？歌？歌もですね、今のエレキ音頭ね、みんなって鋭いね。やっぱり間違った場所とかああいうのすかさず分かる。性格的になんかこう、なんだかこう、人のなんだかこう、そういう性格じゃないですね。割とはっきりしてましたね。いたね、いたね、上。さあ、2階のみんないるかい？おー、いやー、います。3階は？もいろいろありますね。あ、どうもどうも。これじゃあ次はですね、ちょうど 3,4 年前のドラマになりますけど、いつも由美かおるさんなんかお相手にですね、桜子先生なった感じでね、こういう感じで喋ってたドラマがありまして、そのドラマで一番最後にいつも流れていた歌います。海を抱きしめて。生まれてこなければよかったなんて心がつぶやく日を、人の身に背を向け会いに行くのさ、懐かしい海に
떠들